さあ懐かしいぜ、長良橋到着。おい買ったからさ、一応さ走ってるけどさ、大した雨にならなかったね。ちょっと南の方に雨雲ずれたわ。自分が晴れ男だっていうのもっと信じればよかったな。うわーマジで懐かしいわ。3年ぶりだね。高校生の頃とかね、毎週土日とかどっちかで来てたりしたんですよ。好きすぎて。この辺りが長良橋の周りにあるこの通りがマジで大好きなんですよ。ペンキチビデオの時代にはよく撮影地としてね、よく利用させていただいてました、この通りは。さあそして久々にやってきました和菓子の名店玉井屋本舗です。そこの鮎菓子とかがガチでうまいんだ。めちゃくちゃ久々に来たんです。高校の頃好きすぎて結構毎週来てた。俺がめちゃくちゃ好きで、今日これ買いに来ただけ。当時高校生だったんで、あんまお金なくてこれ1個買って帰ってたんですけど、今社会人になってそこで買えるなって。あ、そうです。マジで優しい。マジ泣きそう。高校生の頃だったらこんな買えなかったよ、お金なかったから。平気で5、6千円なら出せるようになっちゃった。まああとはぶっちゃけ散歩して終わりなんだよな。そこ久々すぎて忘れてたの、ずっとそこに温泉あるんだよな。入るか、そこまでやるか。天吉の気まぐれ旅行記のね、初回が岐阜だったんですけど、その時にねこの辺りを訪れまして、当時は私そこそこ人気があったんで、僕の影響でねいらっしゃる方もそこそこいて嬉しかったですね、ああいうのは。そんなわけで気まぐれ旅行記の時も何年前だろ、6年前ぐらい、当時も行ったホテル一式のね日帰り温泉に入ってから帰ろう。エモ。後ろには岐阜城も見えております。まあ、大好きな漫画僕らはみんなかわいそうの舞台の場所でもあるんでね、ここ本当いろんな気持ちがありますが、何回も来てるけど一度も鵜飼の船には乗ったことねえんだよな。さあ気まぐれ旅行機でも来て、高校の頃通った石金の日帰り入浴に入ります。建物も古いね。まだ会ってくれて超嬉しいよ。撮影協力本当ありがとうね。ここありがてえ。もうさすがに俺のこと覚えてねえか。日帰り入浴終わってた。2時までだって。俺が昨晩遅くまで起きてて朝起きれなかったのが悪い。また今度来よう。まあ一応実家が名古屋にあるんで、その気になれば帰省のついでに来れるっちゃ来れるんで。ああ晴れてきてよかったぜ。さあ河原町の散歩も終わったし、名古屋に戻ろうかな。滞在1時間もいなかったかもしれない。これでいいのです。このデザインめっちゃ好き。以上ペンキシのなんか一人でエモくなってる岐阜の旅でした。懐かしい。これとこれ実家です。うまっ。俺がこの世にある和菓子で多分一番好きな和菓子。めちゃくちゃうまいボーロ。また行こう。